ル登録してくれると嬉しいな。こんばんは、元男の子の青木かのんです。ガチャーン。今日はちょっとまた食べる動画なんですけど、いつものマクドナルドではなくてローソンで買ってきました。初めて買ったんですよ。じゃーん。何かと言いますと、ジャンボ焼き鳥3本買ってきました。皮と桃と何だっけ、ネギマです。ちょっとこれから食べていくんですけど、その前にですね、すごい嬉しい贈り物、事務所にいただいておりましたのでご紹介します。だーお、落ちる。こちらです。3種類のシリコン製ガマ口ケースいただきました。いつも一緒に動画に出ているリカさんとユウカさんにもっていうことで3ついただきました。かわいいよね。ありがとうございます。ちょっと見てみましょうか。これはね、カエルです。サラサラ、いいじゃん。サラサラしてますね。なんか質が気持ちいい。で、耳を持つと目を持つとこんな感じに、カルガモさんっていうね、方からその一緒に手紙もあるんですけど、充電器とかこういう小物を入れるのにいいですよとのことでいただきました。ありがとうございます。そしてもう一つが、こちらはですね、はるなちゃんという高校2年生の女の子からいただきました。ちょっとね、驚いたのが、手紙と一緒にもう開けちゃってるんですけど、アクセサリーをね、入れてくれてたんですよ。ちょっとこちら開けてみます。これね、お花のモチーフがついたネックレスです。ちょっと開けますね。こんな感じです。ほい、どうでしょうか。いいじゃん。ちょっとつけます。お、映ってる？映ってるかな。髪の毛伸びてきちゃった。こんな感じです。ありがとう、はるなちゃん。つけさせていただきます、これからも。ありがとう。手紙も大切に読まさせていただきます。昨日の夜あんまりご飯食べなかったんで、すごいお腹空いてるから楽しみです。いけます。よいしょ。まず何から食べようかな。皮とネギマと桃、どれからいこう。最初は皮膚。これね、うまさー、おいしそう。すごいテカテカしてる。いただきます。うん、おいしい。
しい。一番好きなのはももなんで、最後に食べます。ももはもうずっとね、ももばかり食べてきたから今まで。これがネギマですね。うん、おいしい。このももが入ってるんですよね、これも。ネギもシャキシャキです。ボリュームある。そして最後はこれです。本日のメインディッシュ、ももたれ。一番楽しみですね、こんなにタレがいっぱいついてるので。食べます。本当に美味しい。うまく食べれない。なかなか食べ応えあります。焼き鳥を食べました。ローソンどこでもあると思うんで、ぜひ皆さん食べてみてください。今日の動画はこの辺で終わります。また次の動画でお会いしましょう。今日あんまりね、喉の調子が良くなくて、いつも通りの声が出ないですけど、ではでは、おやすみ。